大変お待たせいたしました。ただいまより尾崎幸雄記念財団主催県政の父尾崎幸雄生誕160周年の集いを開催いたします。本日司会を務めます学童塾運営委員の高橋富代でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは初めに尾崎幸雄の映像をご覧ください。県政の神様とも称えられた尾崎幸雄、明治大正昭和の長きにわたり衆議院議員を60年余り務め、議会政治の発展に尽くした政治家でした。明治31年、政権獲得を目指す民党は自由党と改新党の後進進歩党を合同して県政党を結成。ここに我が国最初の政党内、尾崎は衆議院議員在職のまま第2代東京市長に就任。その後9年間務めました。在任中、電車の公有化をはじめ路面改良、水道拡張など都市としての基盤整備に尽くしました。ワシントン DC に3000本の桜の苗木を寄贈したのもこの時代でした。立憲国民党の犬飼強樹と政友会に復帰した尾崎でした。二人は県政二柱の神と称され、各地の大会や演説会に招かれ、会場は満員の聴衆で埋め尽くされました。大正8年3月、尾崎は第一次世界大戦後の欧米を視察、起用すという強い思いを抱きました。この時から尾崎は一貫して熱心な軍縮論者となり、大正10年には議会に軍縮決議案を提出します。8月、尾崎は4度目の外遊に赴きます。翌月、満州事変が勃発。翌7年の5月には犬飼首相が暗殺されます。翌年、軍部を背景とした林千十郎内閣が成立すると、尾崎は時勢を懐に登壇し、軍部の政治干渉を批判する演説を行いました。しかし、その必死の覚悟をもってしても、もはや時代の流れを止めることはできませんでした。その後、日中戦争勃発。終戦後、尾崎は世界連合の建設を提唱。昭和23年まで議会政治の壇上で有名を振るい、国政に対する熱意は衰えませんでした。昭和25年5月、尾崎はアメリカの日本の大審議会に招かれます。91歳での渡米でした。尾崎は歓迎晩餐会の席上、持論の世界連合の結成を強く訴えました。その後、病床から2度立候補しますが、昭和28年の総選挙で落選。60年余りにも及ぶ議員生活に幕を下ろします。この年、衆議院は名誉議員の称号を尾崎に贈りました。また東京都も名誉都民第1号として表彰しました。我が国が誇る偉大な政治家である尾崎先生の功績は今なお光を失っておりません。ここ県政記念館の入り口には、人生の本舞台は常に将来にありと刻まれた碑があります。これは尾崎先生が94歳の時に揮毫されたものであります。尾崎先生のこの言葉は今の慢心するものを戒めるとともに、逆境にあるものを掘り立たせてくれます。またおいてなお将来に対して前向きに生きる先生の姿は、長寿社会の我が国にとって模範となる生き方を示していると言いましょう。そしてこの言葉は明治150年を迎えた今日においては、積み重ねられた経験を踏まえて将来という本舞台を常に考えていかなければならないということを示す、私の後輩政治家への敬意であると思います。
本日お集まりの皆様方におかれましては、先生の生き方を改めて振り返っていただき、県政のさらなる発展のため引き続きご支援ご協力を賜りますようお願いいたします。小崎先生が県政の父、あるいは県政の神様と言われるのは、ただ長く十分にあったからということではなくて、やはり民主政治、あるいは立憲政治、政党政治、こういったものを確立するために運動さえをもって亡くなるまでこの仕事を果たして当財団も本部隊の将来ということで、小崎先生がずっと進められた啓発活動を、まあ、その万分の一内でも末永く続けていく、そのために皆様方のご理解ご支援をよろしくお願い申し上げまして、私も挨拶をいたします。ありがとうございました。今回の開催にあたりまして、多数の祝電メッセージを頂戴してございます。時間の都合上、本日は3名の方のメッセージをご披露させていただきます。本日の整理にあたり、我が国の民主政治の発展に身を尽くされた小崎先生に新人なる敬意と心からの謝意を表します。本日は大島忠盛衆議院議長、高村雅彦先生はじめ関係の皆様多数ご列席のもと、県政の父尾崎幸雄生誕160周年の集いが開催されますことを心よりお喜び申し上げます。非財団におかれましては、長年にわたり学童精神の普及並びに桜と花水木を通じた日米交流にご尽力を賜っておりますことに感謝を申し上げますとともに、皆様方の熱意とたゆまぬ努力に対しまして深く全面桜祭りを通じての日米交流に焦点を絞り、スクリーンを見ていただきながらお話をさせていただきたいと思います。全面桜の訓員一行は毎年伊勢を訪問してくれております。伊勢市長への表敬訪問や伊勢神宮参拝、尾崎学童記念館での交流は毎年の行事です。その交流の節目ともいえる2つの出来事を紹介します。ワシントン DC 視聴者を公式訪問いたしました。市の歴史について説明を受けた後、会見室でセレモニーが行われ、伊勢市長、市議会議長の親書を手渡した後、懇談の時間が持たれました。花水の女王は全米各州代表の桜のプリンセスとともに羽織袴の会長や伊勢市代表にエスコートされ入場いたしました。本日エスコート役を務められた市の代表の北村雄二様も参加されております。パーティーも最高潮を迎えた頃、いよいよ各州から選ばれた桜のプリンセスの中から全米桜のクイーンが選ばれます。クイーン選出はまさに神のみが知るという言葉にふさわしく、ルーレットで選出されます。つまり誰が選ばれても各州の代表なので問題はないということ。学童王が戦後ワシントン DC を訪れるときに桜の木の下で読んだ歌です。人の世は移り変われど、この花は長く栄えてよしみ結ばん、桜と花水木の縁紙のもと日米友好の絆が未来に続いていく一助になればと、私たちの活動はこれからも強い意志を持って続けていきたいと思っております。生誕160周年、この大きな節目に今日こうして大勢の方々に全国からお越しいただきましたこと、改めて心から感謝申し上げます。本当にありがとうございます。また今日は特に伊勢から朝早くバスを貸し切って団体でお越しいただいた学童候補の皆さん、ちょっとお立ちいただけますか。皆さんどうぞ大きな拍手をお送りください。本当にありがとうございます。また我々尾崎
薬剤団の被災地支援、これを共にしてくださっています NPO 法人一冊の会の皆様も今日は団体でお越しいただきました。ちょっとご起立いただけますか。どうぞ皆さん拍手を送ってください。また本日は衆議院議員、参議院議員、そして都議会議員、区議会議員の皆様多数お越しいただいております。もちろん尾崎はそれぞれの時代、歴史の中で政府を厳しく追及した時もあります。権力というものと対立した時もあるけれども、それと同時にそれ以上に厳しい言葉を投げかけたのは国民に対してです。国民有権者に対して民主主義の在り方を厳しく問いた。これが尾崎行雄の姿勢です。このことを我々尾崎財団の関係者は肝に銘じなければいけません。我々ついつい今の政治がどうだ、政治家ダメだ、すいません小村先生今の政治家どうだ、それを言う前に我々一人一人がどういう社会を目指すのか、どういう国を目指すのか、これを考えた上で一票を投じていく、行動していく。これがなければ民主主義は死ぬ、民主政治は始まらない。尾崎行雄は常にそれを国民一人一人に厳しく投げかけてきた。我々尾崎財団はこれからも、先ほど会長理事長のお話にもあったように、これからが本舞台だと思っています。今日ここにお越しいただいた皆さん、そして今日はここには来れなかったけれども全国の仲間と皆さんと一緒に、これからも我々尾崎財団は先ほど申し上げた尾崎行雄の一人一人に対する厳しさ、有権者に対する厳しさ、これを広めていきたいと思います。皆さんと一緒に広めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。本日は誠にありがとうございました。第2部の懇親会を始めさせていただきます。乾杯のご挨拶を NPO 法人学童広報の会長丸田徹様にしていただきます。それでは丸田様、はい、よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。4日前、10月15日、伊勢神宮では神嘗祭という伊勢神宮で一番大きなお祭りが行われました。神嘗祭というのは、今年採れた新米を天皇陛下が天照大御神に差し上げるお祭りでございます。心尽くしの料理を食べていただきながら、ご観覧いただきたいと思います。では大きな声で乾杯をさせていただきたいと思います。生誕160周年おめでとうございます。乾杯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 。ありがとうございます。まさに学童塾で学んだのは、この民主議会制民主主義の在り方ではなかったかな、そんなふうに思っております。その思いをしっかりと議会で発表していきたいというふうに考えておりますので、どうぞ皆さんよろしく。仲間やいろいろな諸先輩からいろいろな政治について勉強しながら、自分ももっともっと国政についてしっかり語れるような意見の持てる市議会議員になりたいと考えておりますので、今後とも皆様ご指導をお願いします。今日お支えを下している、今カメラ撮っている高橋大さん、それから司会の富尾夫人、それから私はちょうど目の前に、今日はご登壇なさいませんでしたが、大月先生、おられますが、今度すいません、拍手をちょっとお願いいたします。先の尾崎理事から大森幹事、この2人に、向かって皆様から一番左手に石田隆明事務局長が、ここでお目にかかるのを楽しみに、お開きのご挨拶に帰ってください。